アンのエニータイムアンダンテ。実はですね、皆様に報告したいことがありまして、出会っちゃいました。可愛いです。柴犬のヤマト君って言います。ペットショップに行って、はっ、この子可愛いって出会ったその柴犬君を見て、で一回ちょっと家に帰ったんですよ。でずっと考えてて、あいつなんかヤマトっていう名前かな、いや、って言ってもう一回見に行って、やっぱうち来る、一緒に帰ろっかっていうことで、本当に急遽うちに来ることになったんですけれども、後々知ったんですが、大和くん広島生まれでした。まあ、広島といえば戦艦大和が作られた場所、大和市なんていう場所もあるようですが、すごくぴったりな名前だったんだなと思いました。今本当にしつけ真っ最中で、トイレとかいろいろ教えている最中です。親バカなんですけどね、お座りとお手は3日で覚えたんですよ。可愛いですよ本当に。どこかで皆様に、お見せする機会があれば、ぜひちょっと見てみてください、うちの子。というわけで、本当に犬を飼ってからものすごく写真撮るようになりました。というわけで、エニータイムアンダンテ、今日のテーマは写真です。私もモデルという職業を始めてから早11年が経ちました。最初は中学校3年生で、15歳だったんですけれども、雑誌の仕事で本当に写真を撮ることとか、本当にメイクすることすらも初めてだった状態で写真を撮られたんですが、まずびっくりしたのがフラッシュの眩しさ、ストロボっていうんですかね、普通に普段撮ってたデジカメとかカメラのなんかちっちゃいストロボではなくて、スタジオで組まれた大きな、本当に人一人ぐらい入っちゃうんじゃないかっていうような大きな傘の中からこうボンって光る強い光に、思わずこう目をうっとこう背けてしまって目がちっちゃくなっちゃったりなんてこともあったんですが、何より辛かったのは実は外の撮影で、太陽が眩しいと本当に目が開かないんですよね。そういう時に、どうしたらいいかということなんですが、まず一つの方法はもう顔くしゃってやって笑っちゃう、もう目とか関係なくもうウヒヒっていう顔にしちゃうか、もしくはこれは映像の世界でも使うんですけれども、目をつぶって一度太陽の方を見るんです。で、そうしてから撮る直前にパッとカメラの方を見るとだいぶ眩しくなくなっているような気がするんです。で、正確なメカニズムはわからないんですけれども、結構これやると眩しさが軽減されます。そんなちょっとした写真テクなのかななのかの紹介でした。日々写真を撮られていると稀にあるのが顔の筋肉痛なんです。そんなにしょっちゅうじゃないんですけど、初めて筋肉痛になったのが10代の頃ですね。メイクページを撮影していて、ものすごいカットの量だったんですね。で、メイクの、完成品だけじゃなくてプロセスのカットって言って、そのどうやってたらそのメイクができるのかっていうハウトゥーのカットも撮らなければいけなくて、なのでもうどんどんそれでカット数が増えていて、ものすごい長時間ずっと写真を撮られ続けていたら、もう次の日朝起きてこう顔がこうほっぺたの上あたりがすごく痛くなってるんですよね。その日は2日間ぐらいなんかちょっとほっぺ痛いなっていう感じだったんですけど、この間年のせいに久しぶりに筋肉痛になって、その日はラジオだったり取材を10本ぐらいやって、自分の言葉でバーってこう喋ったりの写真撮られたりのみたいな感じで、もう一日中なんか顔を作るか喋るかみたいな、そんな一日だったので、その日はもう、次の日には持ち越さなかったんですけど、なんかやっぱり顔が痛かったですね。筋肉痛って
になると、まあ顔だけじゃないんですけど、なんかちょっと嬉しくもなりますよね。まあそんなこともまあありました。写真をこう撮られたりしていると、まあ、次第にこう写真をちょっと撮ってみたいなって思いにもなるんですが、そんなわけで結構モデルの子は写真撮るっていう子がすごく多いような気がします。でですね、私もそんな例に漏れず写真を撮って、でまあ人の写真を撮って、じゃあその思い出にちょっとアルバムに入れて渡そうかななんて勝手にこう手前味噌で思ってたんですが、その時アルバムを買いに行って、あっ！ってこう気づいたのが、あ、普通の写真って横位置で撮ってるんだ、そして私は全て縦位置で写真を撮っていたっていうことに気がつきました。私は普段雑誌を撮る仕事をしていると、まあ雑誌って縦長の写真ですよね。なので、まあ、自分の中ではその縦位置で撮るっていうのがすごく普通だったんですけど、アルバムを買いに行くとそんな人はもしかしたらいないのかもなんて思うようになりました。まあ、でも縦横どちらもいける春タイプのフォトアルバムとかはすごく重宝しています。エニータイムアンダンテ、またお会いしましょう。アンでした。